途中のスーパーで惣菜とノンアルコールのドリンクを買ってきました。ラーメン屋さんのおつまみ煮卵&メンマ、韓国屋の角手ぎ、伝統ポギキムチ、そしてお弁当お惣菜大賞の2022年ですね、入選した台風カパオメンチ、タイ料理好きなので買ってみました。ラーメンは埼玉県が誇る中華そばの名店四つ葉のラーメンを選びました。比内地鶏などの芳醇な鶏の旨味に川越のこだわり醤油をブレンドしたスープが奥深い味わい。川越天然醸造松本醤油商店2年仕込みの初狩り醤油を使用しています。